第二次世界大戦に登場したレーダーにより、航空機の侵入は早期に探知することが可能となった。従来の航空機はこのレーダーの探知を逃れるための方法としては、レーダーの死角となる超低空を飛行することしかなかった。しかし現代においてはこのレーダーの存在を無力化すると言っても過言ではない新たな航空機が登場した。それがステルス戦闘機だ。レーダーの反射面積を極限まで減らしたステルス戦闘機に対しては、従来のレーダーでは探知が困難であることから、世界各国ではこのステルス戦闘機の開発が急がれている。今回はそのステルス戦闘機の代表とも言うべきアメリカの主力戦闘機である F-22 と F-35 の2機種について、性能比較と運用方法の違い、また開発の経緯について解説していこう。性能比較。 F-22 と F-35 は共にステルス機であり、 RCS と呼ばれるレーダー反射面積は従来の非ステルス戦闘機よりもはるかに少ない数値となっている。この数字が少ないほどレーダーに探知されにくくなるのである。他の戦闘機との比較をしてみると、ステルス性を全く考慮していない F-15 は10平方メートル、その後一部にステルス性を持たせた F-18 は1平方メートルなのに対し、 F-35 の RCS は 0.005 平方メートル、F-22 においては 0.0005 平方メートルと言われており、これは昆虫程度のサイズと同等である。 F-22 は全長15メートル、翼幅10メートルというサイズにもかかわらず、レーダーで探知するには昆虫を捕捉するのと同じくらい困難であることを示している。推進システムとしては、 F-22 のエンジンはブラッド&ホイットニー社の F-119 エンジンを2機装備しており、最大速度はマッハ2である。これに対して F-35 はこの F-22 のエンジンをベースに発展させたタイプの F-135 アフターバーナー付きターボファンエンジンを1機装備しており、最高速度はマッハ 1.6 である。 F-22 の武装は20ミリ機関砲1門、短距離空対空ミサイルサイドワインダー2発、中距離空対空ミサイルアムラームを6発装備できる。また対地誘導爆弾と呼ばれるジェイダムを搭載することが可能である。一方の F-35 は25ミリ機関砲1門、またミサイルの搭載方法は状況に応じて様々なバリエーションがあり、空対空戦闘の場合は中距離空対空ミサイルアムラームを4発、対地攻撃を行う場合はアムラーム2発と対地誘導爆弾2発を装備できる。また機外に搭載する場合には、空対空戦闘では中距離ミサイル2発、短距離ミサイル2発、また対地攻撃ミッションでは対地誘導爆弾6発を搭載可能である。その他対艦ミサイルや巡航ミサイルなど様々な武器を搭載可能である点が F-22 との大きな差である。 F-22 にはアクティブフェーズドアレイレーダーが装備されており、250キロ先までの敵機を探知することが可能で、探知した目標情報を3次元で画像に表示させることが可能だ。また高度な対電子戦システムを搭載しており、次期のレーダーと通信システムを保護することで電子妨害に対処できる。 F-35 には最新のアビオニクスシステムが搭載されており、150キロ先までの敵を探知することが可能である。またパイロットのヘルメットにはヘッドアップディスプレイシステムが装備されており、機体各所に設置されたカメラによりパイロットが360度どこを向いても機体を投下して映像が映し出される仕組みになっている。 F-22 と F-35 の製造コストと運用方法の違い。製造コストについては、F-35 が1機100億円なのに対して F-22 は368億円にもなる。 F-22 の製造コストがここまで高額になった原因としては、研究開発に多くの費用がかかった点、および機密事項の流出による情報漏洩が起きる恐れがあるとして輸出が禁じられたという点が挙げられる。つまり開発費が高騰し
その費用を回収するための輸出による外貨獲得の手段が途絶えたことがコスト増加の要因であったといえる。 F-22 の本来の機体のコストは160億円程度である。一方の F-35 は最初から輸出を前提として生産され、日本も含む多くの国で採用が決定されたため、一機当たりの機体の単価は安くなっている。運用方法について米空軍では以前からハイローミックスという戦法が取られている。これは敵の戦闘機を空中戦において制圧し、制空権を確保するための制空戦闘機と地上攻撃など、それ以外の目標を攻撃するための戦闘攻撃機の2機種をミックスさせて運用していくという方法である。今までは制空戦闘を F-15 が、地上攻撃を F-16 が担当していたが、今後はそれを F-22 と F-35 に置き換えていくことになるだろう。 F-22 は敵戦闘機に対する空中戦においては圧倒的な強さを誇る反面、それ以外の目標に対する攻撃力は劣るという面がある。これに対して F-35 は空中戦能力においては F-22 に劣るが、汎用性があり、各種攻撃目標に対しては幅広い運用ができるといった面がある。つまりお互いに足りない部分を補い合うことができるという点において、この方法は効果的であると言えるだろう。ではこれらのステルス戦闘機の攻撃に対する防空システムは現在どのようになっているだろう。ステルス機はレーダーに映らないというわけではなく、正確に言うとレーダーに映りにくくなるということである。つまり具体的に言うと、相手のレーダーの探知できる距離が狭まるということである。 F-22 や F-35 が敵の空域に侵入した場合、隙間なく張り巡らされたレーダーでも探知できる距離が狭まる。レーダーが探知した時点では敵機は目前に迫っており、防空体制はお手上げの状態となる。その結果、迎撃のため戦闘機をスクランブル発進させる時間がなくなってしまうのである。 F-22 や F-35 の開発経緯や技術的進化。 F-22 はロッキード・マーチン社とボーイング社の2社による共同開発で行われた世界初のステルス戦闘機である。初飛行は1997年9月7日で、運用が開始されたのは2015年12月15日からである。愛称は猛禽類を意味するラプターの名称が付けられている。 F-22 はアメリカ空軍の F-15 戦闘機の後継機として先進戦術戦闘機計画に基づき開発された。 F-22 の開発は米ソの冷戦下で行われ、当初は750機の生産が予定されていた。しかし旧ソ連が崩壊し、東西冷戦が終了したことや開発が遅れていた影響もあり、最終的には187機で生産を終了している。そのため本来なら退役していくはずであった F-15 は今後も改良を重ねながら使用していくことになった。 F-22 は従来の戦闘機とは違い、ステルス性を高めるためレーダーからの電波を反射させやすいミサイルや爆弾などは胴体内部に格納するウェポンベイというシステムを取っており、これは F-35 も同様に装備されている。これは今までの戦闘機にはない新しいシステムであり、技術的進化だと言えるだろう。一方の F-35 はロッキード・マーチン社を中心とする複数の企業で開発され、初飛行は2006年で、2011年5月よりアメリカ空軍に納入されている。アメリカの陸海空の3軍の異なった運用要求を一つの基本設計で行うことのできる多用途作戦機として登場しており、以下の3つのタイプが存在している。 F-35A 空軍用通常離陸着陸型、 F-35B 海兵隊用垂直短距離離着陸型、 F-35C 空母搭載用艦載機型。航空自衛隊では F-35A と B を合わせて147機導入する予定であり、現在は青森県の三沢基地において配備が開始されている。現時点での生産数は860機であるが、配備予定の機数を含めるとその総数は2443機にもなり、
将来的には5000機を超える見込みである。 F-35 は現在保有している F-16、F-18 などの各種戦闘機との交代が行われており、すでに岩国基地に配備されていた海兵隊のハリアーは F-35B に更新されており、第7艦隊所属の米空母の艦載機である F-18 も F-35C に変わっている。ステルス機を探知する新型レーダー。続々と誕生してくるステルス戦闘機に対処するために、現在の防空レーダーシステムは新たな技術革新が必要となってきた。そのため各国はステルス戦闘機を捉えることのできる新たなレーダーの開発に取り組んでいる。自衛隊においてもマイモレーダーと呼ばれる小型のアンテナを複数箇所に配置してステルス機を探知できる次世代のレーダーの開発に取り組んでいる。このように戦闘機とレーダーは矛と盾のような関係になっており、お互いにいたちごっこを今後も延々と続けていくことになるだろう。戦争において最優先されるのが航空優勢を取ることである。 F-22 を導入できなかった日本は国産戦闘機 F-3 を開発予定である。現在保有している F-15 の後継機としての一刻も早い誕生を期待したい。次の動画では航空自衛隊の次期戦闘機 F-3 の全貌について解説しよう。